生き残りゲームとは、プラスチック玉を使った、ボードゲームである。制作はかつて、日本に存在した、ガングメーカー、タカトクトイスと、米ガング企業ミルトン・ブラッドリーとの、共同開発であり、1973年の、発売後は単純明快なルールと、それでありながら高度な駆け引きを伴うことから、ファミリー層を中心に、大ヒットを遂げた。 後に高徳が生き残りズノーゲームと名前を変えてデラックス版を発売しこれもヒットした1984年になって制作メーカーの高徳トイスが倒産その後は入手不可能となっていたが2003年には悩まからサバイバルゲームという名前でリメイクされ2020年3月にステイアライブサバイバルゲームとしてリニューアルされているまた パルボックスからも、勝ち残り、大作戦という名前で、リメイクされ、そちらも、入手可能である。基本的に4人向けであり、77のマス目になったボードの上に赤、白、青、緑のプラスチック製ボール角7個をランダムに上から、散らしたり、スタート地点の持ち玉のボールを置くくぼみから指で、ボールを弾き飛ばしたりしてから、自分のレバーを押し引きして、 相手のボールを落とすというゲームである。レバーは角、プレイヤーごとに7本あり、レバーを押したり引いたりすることで、ボードに穴が開き、うまくいけば、相手のボールを落とせるという仕組みである。一方、うっかりして、自分のボールを落としてしまうこともあり、独特のスリルがある。ボードを追っているプラスチックのマス板を外すと、レバーは左右対称に連結されたバーになっており、これが、 計14本縦横に張り巡らされているこのバーには穴が開いており、これを押したり引いたりすることで穴同士が重なって落ちるという仕掛けである。何も動かしていない状態では穴は開かないようになっている。この仕掛けを応用して、初めから設定されているレバーの向きや位置を故意に入れ替えたり外したりしたままで遊ぶことも可能であり、マスバンは 容易に取り外すことができる。これによって何通りもの穴のパターンを楽しむことができ、取扱説明書にもこのアレンジの遊び方が記載されている。ただし、その場合は最初から穴が開いていたり、どうやっても穴が開かない安全地帯が出たりする場合がある。なお、隠れーにはダイヤ、ハート、スペード、 クローバーのマークと順番を示す番号が振られているので、どんなにいじっても簡単に元通りにすることができるようになっている。デラックス版は、マス目が88、持ち玉が角8個、バーは全16本、プレイヤーごとのレバーも8本ある。デラックス版では16億2570万2400通りもの、バーの配置パターンがあり、 小型版でも518,400通りの組み合わせというのを売りにしている。親を決めてから順番にレバーを一つずつ動かしていく。レバーは上、中、下の3段階があり、動かせるのは1回ずつであり、上から下、下から上はルール違反である。また、同じレバーを繰り返し動かすのも違反である。このような動作を繰り返して、最後まで。 自分の色のボールが残ったプレイヤーが勝ちとなる。ありがとうございます。